華やかでね、ちょっとねかっこよくってなんか LA ライフみたいなね、なんかローラが紹介してるようなエリアもあるんですけれども、でも一方こんな感じで本当にね、危ないようなエリアもあるし、日本ではちょっとね考えられない、まあ、日本も最近はねちょっと危ない事件がいろいろあるんですけれども、不景気になってきてる、リセッションっていう感じなんでしょうかね。ということでロサンゼルスの光と影闇に迫ってみました。はい、マヤジュンです。マヤジュンスタイルへようこそ。今日はロサンゼルスの闇って感じで、まあね、闇っていうかなんか光と影っていう感じで、最近ですね日本から戻ってきてコロナの収束な感じでね、みんなもうマスクもなくって、あのいろいろ、普通な日常にの生活に戻ってきているんですけれども、なんかもうすごく私はね感じたのは、最近のねロサンゼルス特にねこうダウンタウンエリアすごくねホームレスが多いんですよ。それで今まであの普通のなんか普通にこう生活していたような場所でもテント生活の人がいたりして、それでもうちょっとね治安も相当悪化してきているんじゃないかなって思っているんですね。先日の、Vlog はちょっとねおしゃれなエリアを紹介したんですけれどもね、ロサンゼルスのおしゃれなエリアいろいろと紹介したんですけれども、でもそのおしゃれでねちょっとこうアッパーな人たちがいるような場所だけではなくって、本当にねちょっとした数ブロックで変わるんですよ、ロサンゼルスって。こうなんかちょっとやばいなこのエリアみたいな感じで、そういうのがロサンゼルスなんですけれども、この前ねなんかランチの後になんか一つか二つかな道を自分で行こうと思ったところじゃないところに入り込んじゃって、まあ私じゃなくて友達が運転してたんですけれども、で彼女はなんかもうロサンゼルス長いのでね悠々とドライブしてたんですけれども、運転してたんですけれども、もうねちょっとやばいなっていうようなもうエリアに入っちゃって、もうね汚いこんな感じなんですよちょっとね最近のロサンゼルス治安もちょっとね悪くなって悪化してきているんじゃない、怖いなっていう感じで、ちょっと危機感を感じています。今後ねこれからコロナが収束したらどんな感じになるのかなって思ってますけれども、最近は日常的には普通な感じに戻ってますよね。ただ物価は高いですけども、普通に車も結構渋滞もあったりとか、レストランもオープンしてるし、マスクもしなくて普通にみんな生活しているし、そんな感じなんですけれども、でもちょっとね危ないエリアがいっぱい増えたような感じがしております。なんかアメリカは全部そうかどうかっていうのはまだわからないんですけれども、少なくともこのロサンゼルスは本当にねちょっと様子がこう悪化している、インフレもすごく、ね、加速して、だからなんか人々が暮らしがねちょっとね厳しくなってきているんじゃないかなと思って、ホームレスも増えてくるし治安もね悪くなってきているような感じがします。ちょっとねなんか住みづらいような感じですね。ロサンゼルスは結構前からあるそのエリアちょっとねそのワンブロックでもすごく危ないようなエリアがあったりして、なんかホームレスの人たちがいるようなストリートみたいのがあったんですけれども、最近は結構ですね普通に、今まで普通に私がなんか通っていた通りとかでもテント生活の人がねよく
こう路上で見かけるんですよね。近くでも。この前お友達と女友達とランチ、女子ランチをしていたら、なんかねちょっと道一つ曲がるところをその違うところのストリートに入っちゃったんですよね。そしてまあそこのそこまで、ま、前にもね通ったことのあるエリアなので、特にまあ結構ホームレスも多いかなって思っていたストリートだったんですけれども、なんかもうびっくりしたのは、もうそのビフォーコロナの時と全然違うような感じで、もうストリートのなんていうんですか、道路の脇とかにすごいゴミ、もうゴミの山みたいな感じで、それでみんなこうテント暮らしがすごく増えて、ちょっと危ない、本当にねちょっと歩いていても危ない感じの、ちょっとね危機感を感じるようなエリアになっちゃってて、で信号待ち、信号がね赤だと止まらなくちゃいけないじゃないですか。そしてねそこで信号待ちしているとなんかもう怖いなと思ってね、早く行きたいなっていう感じの雰囲気だったんですよね。友達はねなんか悠々ともう優雅になんか、ゆっくりと歩いていたんですけれども、もう私は早くこうねそこを抜けた方がいいかな、危ないななんて思ってね、本当にね何があるかわからないの で最近私のコンドミニアムのネイバーっていうか、そのなコンドミニアムにいる人なんで住人なんですけれども、なんか住人の E メールが来て、その彼女の旦那さんが近所のグローセリーストア、スーパーマーケット、それがそこの駐車場でなんかシューティング、なんか銃で撃たれて亡くなっちゃったんですよ。それでねなんかびっくりしちゃってもうね身近にそんなことがあったなんてとか言って、もうすごいショックでね、やっぱりちょっと心配っていうか、危ないところは行かないようにした方がいいかなとかね。まあそのネイバーの方が亡くなった時刻っていうのがやっぱり夜中だったんですよね。夜でもやってるようなスーパーって あるので、だからまあたまにねこう11時とかね12時とかでもスーパーに行ったりすることもあるんですけれども、とにかく危ないところには行かないようにしようかなって思っております。ちょっとね怖いし、なんかねもうね確実にインフレがすごいもう勢いでこう急上昇って感じで、まずねレストランとかに行ってもすごいね高いんですよ。ラーメンがもうね2400円とかね、ちょっとねちらし寿司だけを頼んでも100ドルは2人でね100ドルぐらいは軽くいくんですよね。何にもドリンクも頼まなくて、で100ドルって言ったら今の為替だったらいくら13,500円、13,400円ですよね。本当にねそんなランチすごい高いですよね。なかなかねもう状況がもう全部が高くなってる、ガソリン価格も上がってるし、だからすごくこうそれでもって給料が上がるかっていうとそれに見合っていなかったりして、だから、やっぱりねそんな感じなんですよ。ということで今回は日本ではちょっとね見れないロサンゼルスの闇ね、実際に私が通っていたエリアを紹介いたしました。ちょっとねびっくりですよ。本当に前はねここまでひどくはなかったんですよね。Now my heart is broken into two. I have half, but the other one is still with you. And I wish I could get it back, yeah. But I don't wanna text you that. No. Even though it's over now. I thought that I'd be stressed out. But
I've been doing just fine, so please don't waste my time. Just because you're sorry doesn't mean you love me. I wish you could understand that. Just because you're sorry doesn't mean you love me. Why should I take you back? Just because you're sorry doesn't mean you love me. I wish you could understand that. Just because you're sorry. Just because I just saw that you're out with somebody new. I should have known that something will be coming soon. I'm sorry if you thought that you could make me mad. Maybe you're the one who can't move past this. I know the truth can kinda hurt. The sum of you and someone else, no, isn't your worth. I thought that I could take you at your word, but instead I got my feelings burned. Now my heart is broken into two. I have half, but the other one is still with you. And I wish I could get it back, yeah. But I don't wanna text you that, huh. Even though it's over now. I thought that I'd be stressed out, yeah. But I've been doing just fine, so please don't waste my time. Just because you're sorry doesn't mean you love me. I wish you could understand that. Why should I take you back? Just because you're sorry.